クロード・アレクサンドル・ド・ボンヌバルズマ、ジュディット・シャルロット・ボンヌバル博、クロード・アレクサンドル・ド・ボンヌバルは、オスマン帝国の軍人。フランス、オーストリアと歴任して、オスマン帝国へ移った、異色の経歴を持ち、軍事改革で、オスマン帝国の挽回に貢献した。また、オスマン帝国では改名して、アフメト・パシャと名乗った。フランス中部のリムーザンで生まれ、 13歳でフランス軍に入隊し3年後の1691年に昇進して連隊の指揮を取るようになり大同盟戦争でイタリア、ネーデルラントを転戦してカティナ、ビルロワ港、バンドーム校、リュクサンブール港などの将軍たちに仕えた。しかし1704年に戦争大臣との対立が原因で死刑を宣告され執行前にドイツへ逃れた。 それからは、オーストリア軍に移り、プリンツオイゲンの指揮下で、スペイン継承戦争とオード戦争に従軍し、かつて所属していたフランス軍やオスマン帝国軍と戦い、1709年のマルプラケの戦いと1716年のベーターバルラインの戦い、1717 17年のベオグラード包囲戦に参戦した。また、卒位が解除されたため一時フランスへ帰国。 フランス軍人、ビロンコの娘、ジュディット・シャルロットと結婚している。しかし、オイゲンが、軍のポスト推薦をしてくれなかった恨みから決別。1723年に、オイゲンが総督を務めていたネーデルラントへ移動すると、ネーデルラントの貴族たちと組んで、オイゲンの代理であったプリエ公爵、エルキュール・ルイ・トゥリネッチと対立。翌1724年に反逆罪で、 オイゲンによって投獄されたが、オイゲンも、ネーデルラントからの反対を抑えきれず辞任に追い込まれた。やがてベネツヤへ追放されたが、ボスニア経由で、オスマン帝国へ亡命して、キリスト教からイスラム教へ改修、アフメトパシャと名乗り残りの人生をムスリムとして過ごした。1731年、マフムト一世が政権を掌握すると、軍事改革のため登用され、 砲兵隊の新設及び公兵学校の創設を提唱してヨーロッパ式軍事を導入させた。また、ロシア・オーストリア同盟との戦争とイランのナーディル・シャー、率いるタイ・アフシャール・アーサ戦争では、マフムト一世の側近として助言を行ったが、政府からは一貫した援助を受けられず、イエニチェリをはじめとする保守派からは睨まれ、活動を制限されていたため本格的な改革に、 着手できなかった。1747年に亡くなるまで公平学校の運営を担当していたが、1750年に閉鎖され改革は中断された。ボンネバルの改革はオスマン帝国の変化にはならなかったが、強化された帝国軍はオーストリア相手に勝利を挙げ、ベオグラード条約でベオグラードをはじめ、セルビアを奪回、バルカン半島の領土を取り戻して、 勢力回復を果たした。また、ロシアとは和睦し、ナーディルが暗殺されたこともあり、オスマン帝国は平和に向かい、以後しばらくは平穏な時代が続いていった。バーマー、P70、マッケー、P227。バーマー、P70、P71、マッケー、P244、P246。バーマー、P71、P74。 ありがとうございます。